全国大会ということで、あの毎年、11月3日に、明治神宮奉納全国大会というのをやっております。だいたい人数が今年はちょっと少ないんですけど1300から1400人ぐらい集まって、それはあの参加者が、無断で、あの極端に言えば、初心者、まあ、弓があの引ける人から講談者まで、藩士までが参加しております。大会とか審査とかその他いろいろちょっと意味の同じ意味でちょっと違うんじゃないのかっていう話もありますけれども、大会っていうのはですね、皆さん集まって1番2番3番と決める、すなわち誰が1番当てたかとか。で、弓道の場合大会というのはあの優勢勝ちとかありません。あの全日本選手権の時もですね、もう時間がなくなって外すまでやるんですから、だからこちらが優勢だとかこちらが優勢でないとかっていうことはないんです。始まったらもう外れる、どっちか外すまでやると、これが大会です。ただだから当たり外れっていうことでもう一生懸命技を磨くわけですね。技を磨くっていうことは非常にいいことなんですけども、これは大会では必要です。だからもう手は真っ黒になります。角身が痛くなるくらいまで、そしてやると、あと体力も必要です。そしてやっていくんです。その中には多少勝ちたいという気持ちと、負けなくない、まあ、絶対負けないぞという気持ちがあると。著名な講談者になりますと、必ずしもその大会やスポーツ的にその勝負に勝つということを第一義的にはまあ考えて、いないと人たちがいるということですね。同じ弓道家といってもそのスポーツ的な人もいれば愚道的な方々もいると、こういうことであろうと思います。その中には多少勝ちたいという気持ちと、負けなくない、まあ、絶対負けないぞという気持ちがあると。これ大会ですから、それも大切です。そういうことを必ず通らなくてはいけない道であるんですよ。それを通ってくると、今度は審査となると日本についても外されると。そうなってくると弓というのは当たればいいという問題でないということをそこで気がつくはずなんですけども、審査は何かというと、これは技、そして大敗ということになってきますんでね。大敗ができない人がまとめに当てたって、それはそれなりでいいんですけども、大会となると大会と審査はそこで違ってくると。やっぱり技、そして大敗と、大敗は歩き方から座り方から礼の仕方、基本体っていうのがあるんですけども、だから大会の練習方法と審査の練習方法と、あと自分を磨くということ、まだ一応別々になってきます。大会だけのマスターではないと。大会はあって、まあ学校で言うならば中学校、高等学校と上の学校と上がっていくというような状態で、一つ一つのを理解して自分のものにしていくと。だから大会はダメだとかっていう、ケチつけることはしていけないし、だから審査バレーの稽古をしてもいけないしと。
歩みを始めて2年3年、まあ、大学生でも、10年未満というわけです。で彼らは主にそのスポーツとしてですね、勝敗、勝つ負けるということ、これを第一義的に捉えているわけです。まあ、その盲者偶中の世界から方者心中の世界へ、進んでいくというのがこの弓道の、まあ、道というですかね、愚道の道と、道を求める心と、こういうことだろうというふうに思います。一生懸命ですね、稽古する時って的に当たるのは楽しいんですよね。それで一応当たるもんだから国際選手に選ばれたりして行った頃ですね、僕の先生にお前は何をやってんだって言われたことありました。的に向かって当たることは少し肩が崩れてるぞと注意されました。僕の師匠ですけどね、大変だよと。それでハッと気がついたことです。やっぱりですね、当たると楽しいんですけども、本当の当たりは何かということで、阿波先生はこんなこと言ってるよって言われて、本読みなさいと言われて、百発百中釈迦の勘、百本引いて百本当たって、お前は紙を壊して何が楽しいんだということを言われました。本当の当たりは何かって、本当の当たりは阿波先生は真心だよ。
で、まあ、弓道というのは、まあ、日本で昔からありますが、実は日本の弓道というのは神道の影響、それからあと儒教の影響ですね。で、孔子の昔から弓道というのはその徳を見る道具だと、監督の器というので言われてたんですね。因为我们为什么讲射道呢？就是说这个，因为孔子讲了，就是由于义嘛，至于道，就它是两个极端，就是起码我，就它就好像对我来说，好像要吃饭、要睡觉一样，就像，僧侣需要打坐，就是他需要这种就是禅修啊，然后他也有自己的这种，比如说静坐，然后诵经，然后参话头等等等等这些东西。那射箭对我来说就是这个东西，它对我来说是一种，第一，你射箭的时候，你会觉得平时的那些东西我都丢开了，就是有一种萨满，就是你不是你自己，就你不是那个在工作办公室中的你自己，你是一个站在射箭场上的人，你是一个人，就你上面是天，下面是地。特に武家関係につきましては、仏教も影響がありますけれども、どちらかと申しますと、儒教ないし陰陽道の関係が続けられております。この2つを稽古して初めて草書といわれます、騎射、馬弓の稽古に入ります。で、基本的には騎射というものは、普通の方々は皆さん馬の技だろうと、お思いになると思いますが、実際には7割以上が弓の技です。ですから歩射と申します、馬に乗らない弓が収められて初めて綺麗な馬上での弓が引けるということになります。それ以外につきましては、この後ろにもございますけれども、木馬という形、理想的な馬という位置づけでございますけれども、この木馬に乗りまして、馬上でのバランス、姿勢、それから弓の引き方等を練習をいたします。それから掛け声をかけておりますけれども、それは陰と陽を射るという意味で、陰陽射という掛け声をかけております。これは陰と陽というこの世界の中で、私はこの矢を射ているんだという意味合いを表して、そのような意味があると。単純に陰と陽の分かれているわけではなくて、陰と陽のこの空間、この世界の中で私はこの射を行っているということで、神様にその心の形を伝えるという形になっています。で、そのやぶさめ、とかですね、その馬上で弓を引くときには、その馬の上に腰を浮かした状態で、しかも疾走する馬の上で弓を引くわけですから、安定した姿勢を長く持続するためには、非常に強力な足と腰の筋力というものが必要になってくると、まあ、このその筋力をどうやって鍛えるかという、ことも、その昔のその侍たちの問題としてあって、でそれが日常生活の立ったり座ったり、あるいは回ったり歩いたりという、そういう行動の中で、まあ、自然に足腰が鍛えられるという。昔から弓矢取る身の道、武士のことを弓矢取る身の習いというような言い方します。
で弓道っていう弓というのは刀と並んで武士の一つ の, その象徴するものですね。で刀はその相手があってやりますけど、弓道はむしろ精神的に的と向かってしますから精神的な集中が必要であるというので、あの江戸時代の武士はやっぱりちゃんとやってるんですね、ずっと。それであの江戸時代はそのそういうそので、もう一つは弓道が持ってるその非常に精神集中をするそういうそのものですね。そういうものはむしろ人間教育に使えるというところで、日本ではあの道という言い方、それを出せるのが表現できるのが弓じゃないのかなと私は思っています。僕の先生はよくおっしゃってましたけども、的に向かったらあの的は自分の心を映す鏡だよと、その鏡には映ることはね、みっともないかしちゃいけないと、ちゃんと素直な気持ちで的に向かわないとこれはダメだよと。その精神的なものというのが1920年代から30年代には時代の流れとその流行というのもあって禅というものと結びついて主張されるようになった。で弓道の歴史において禅の影響というのはほとんど実はなかったんですね、それまで。この弓道部でやったって言ったけどね、まあ50年近く前だね、覚えてることって言ったらね、腹っていうこと、それからあとはね、モテって、もう話すな、モテモテ、もうその2つだけだったよ。僕あの6年間この東北大の弓道部であの練習してね、まあここでもそれを教えたいと思うけど、なかなか、うん、今は昔以上に学生弓道はあれこの当たるっていうかな、やっぱり的中主義的な方向に向いてんのかな、うん、そんな中で腹とかモテだけではちょっと押しダメだ、うん、まだこの時代までは阿波建造の考えっていうか思想っていうかな、それは強くあれ宮城県残ってたと思いますね。でもそういう先生方はみんな今どんどんいなくなられてね、あれ舎利兼商権限だったかな、これは市政権限だけれども、で彼はあの阿波建造というのはそれであの大正14年ですから、1923年ですね、その時に大斜堂教、あの弓道のその精神を教える、大斜堂教というのはあの斜の道ですね、道、精神的なものを教えることを主にしたその組織というのを作ります。変人という感じで見られていたと思うんだな、あれ、まあ有名なことで一斜絶命なんていうのがあるね、一社にもう全勢力を集めてその一社にかけるという、そういうことで弓をあれ精神修養っていうかな、そういうやつの大きな手段として位置づけたんじゃないかな、うん、とにかくあれ弓に集中してあれがっちりあの、うん、なんていうか集中、うん、まああれ一社に精神を傾ける、そういう弓に取り組む姿勢、
それを強調されて学生には指導したし、阿波賢三が東京で修行を積んで仙台に戻ってですね、東北大学の師範をしていた当時にヘリゲルが来たわけです。そのたまたまそのところにヘリゲルがやってきて、そして彼は弓道を通じて禅のことを、精神を勉強したいということになります。だからこの弓と禅の中でも禅は、弓道は禅の予備門という、その入門をする一つの口だという形で言ってる、そのものですね。で彼の、明確ちゃんと書いてるわけではないですけど、4つの段階に分けられると思います。一つはまず、弓道で弓を引くことになれることですね。弓は一遍これ打ち起こしというので引きますが、これをずっと引いていくときにずっとこの息が下がってきて、そして腰の方にぐっと力がこもるような形で決まってきます。そういう、 そして引き絞って、そしてその息が出る瞬間にパッと離れるという形です。だから今までその目の前の巻き藁に向かって集中して、そして呼吸に集中しながらぐーっと引っ張ってって、そして力もつきそうだという時にパッと離れる、そういう感覚というものでそのまま的にその立ちなさいという注意をしています。それで今度は的に向かってのその稽古ということになりますが、その的を狙うなというのがまたわからないんですね。話すときに今こういう状態で弾いていて、狙いながらパッと話してくるという、意識して話す。で普通我々はその、意識してその行動をするということですが、その時に阿波賢三は無心になれということを言っています。その時にいつ話すのか、あるいはどんな風に話したら当たるのか、そういうことを意識して考えてしまったらダメだ。そういうものではなくて、この弾いていること自体に集中しなさいという言い方をします、ね、でそれがよくわからないんです。でその時に、いや的に当たるんだと、おのずから自然に当たるんだという言い方をします、ね、であえて言えばドイツ語で S シストという言い方をしてますね。 S っていうのは英語で言う It ですね。 It っていうのは自分が I shoot という話ではない。でその自然に離れて、そして当たるという形を言うのが It という表現ですね。 S という表現です。弓道というのは、学生弓道なんですが、的中が一番重要視されていて、で、日々当てる、その的に矢を当てることを目標に練習しているんですが、それ、その、自分がなかなかうまくいかない、じゃあどうすればうまくいくのかということを、考えながら、練習する。で実はそれに対してやっぱり違うという流れもあります。で実は阿波賢三と関係があった人ですが、梅地健鸞という人がいます。で先ほども1920年代の末から30年代にかけて弓道の精神的なものを言うということを、運動があったと言いましたが、実はその梅地健鸞という人は円覚寺で修行をし、その修行の師匠というのは大拙鈴木の師匠にあたる釈宗円という人で、だから梅地健鸞と鈴木大拙は法系というか仏教上の兄弟という形になりますが、梅地健鸞という人はその円覚寺でその修行をし、そしてそこで検証体験、悟りを得たという人です。エンライトンメントを得たという人ですが、同時に古流の弓術というのを学んでいる。背後では禅のことをやりますね。座禅をし、そして前でその弓道、弓をやっているという人です。でこのこういう雰囲気でやって、そしてここでは的に当たるというよりも、やっぱりその一射のうちにどれだけ精神集中してやれるのか、ヘリゲルはそれがいるといった段階ですね。無心というものをどういうふうに体験するのかいうことだけが問題にされます。
原幸雲老師が建てられた道場でございます。他の道場で研修をしてたんですけれど、その他の道場にはない一つの禅と弓道を結びつけるような修行道場にしたくて、ここの道場、あの座禅に対して弓道は立禅と申しますので、まさにそれが一体になった稽古の方法をとっております。それでここの道場の一つの、あの特徴としましては、先ほども申しましたように、あの 外の弓道場は審査だとか社会だとかいろんな競争事があるんですが、この道場は人格形成のために、自分と向き合う道場にするために、弓道連盟をあえて辞退をしまして、自分っていうのは的は自分の心の中にあって、そしてその心の正しい心の中で、純粋な心の中で射に立って、矢を引き絞って、弓を引き絞って矢を放す、それが的に届いた時は美しい弓、美しい射形、美しい心から出た射だっていうことが結論だと思います。だから欲しがらない、人を相手にするんじゃなく、自分の心と向き合う射、それがここの道場の最高の特徴だと思います。あの二針の意味は、和尚様がオイゲリヘリゲル先生の墓参にドイツまで行きました。その時にヘリゲルさん の奥様からお預かりした弓二針です。でも原点はオイゲリヘリゲルさんがお帰りになる時に、阿波健三先生がヘリゲル先生にプレゼントしたもんだと思うんです。ヘリゲルさんに阿波先生がご指導なさった心、今も閻魔道場はそれのを受け継いでますけれど、狙ってる弓じゃなく、
当てる夢じゃなく、正しい心の中で、正しい大敗の中で、正しい技術の中で、そこで当たることが本当の射だということですよね。それになるべく近いことをここで夢を通して学んでいきたい。そうですね、弓のこの長さはですね、まあ、世界で一番長いとされているわけですね。この弓はですね、長さが7尺5寸ということで、まあ、メートルに直しますと、2メートル25センチぐらいの長さを持っています。で、他の国、例えば韓国とか中国の弓は、短弓と言われて短い弓なんですけども、向こうの弓は材料が木ではなくて、还有呢，就是我们的这种传统弓，我们叫金角弓，它不是用这种现代的这种，碳纤维这种材料来做的，它是金角，就是这里面是用牛角贴的牛角片，然后这外面会贴上牛筋，然后再用桦树皮包起来，然后你看还有桦火。我们这传统弓箭这个构成有几个部分，首先呢，这是一个那个竹胎，啊，是竹子的。当然，我们也用过木头，但是相比较之下呢，就是这个竹子的这个弓胎比较耐用。一边一块牛角把它勒住，牛角在这里边呢起到一个很好的弹性作用。有牛角的弓和没有牛角的弓，它的这个箭的初速，还有这个射箭的这个距离都要差得很多啊，差别很多。所以说呢，如果要是说做一个没有牛角的弓，我们说呢就是样子货啊，做个样子还可以。牛角勒好了以后呢，我们要在这上面，而且呢铺的层数越多，这个弓的力量也越大。我们一般射箭用的弓，就是按我们说35磅到45磅左右的弓，像这样的牛筋呢，我们铺三层就可以了。如果我们要想做力量很大的弓，我们就要多铺牛筋，我们最多可以铺到8-9层10多层，弓的力量呢可以达到160磅到200磅。所以说，按照我们老辈儿的这个规矩，做好一张弓要在我们手里放一个四季，就是春夏秋冬，就是我今天做完的这张弓要到明年的今天我才可以交给客户。
これはね弓師さんによってみんな作り方違うんですね。だからみんな工夫していますね。これ弓の中ですね。これ肥後、肥後って竹を火で炙ってそれで平らにして何枚もつけたものね。これ何枚もつけたものをこういうふうに、これ竹の向きはこうです。それをカットして両面に挟んでる、このだから丈夫ですから、これはビギナーには持ってこい、一番いいですね。これがだいたい3段ぐらいまで、4段ぐらいになったらぼちぼち肌脱ぎを始める頃になったら竹に変わる、で矢も竹に変わる。最初はブラスファイバーとかこういうねカーボンの弓とアルミニウムの矢がビギナーで始める、ね、カーボンの方がね矢飛びはいいですね、はい、ただちょっと振動はちょっとありますけどね、うん、やっぱり矢飛びがいいっていうことは的中が良くなるんですよね、うん、ただし振動がありますから体にくる。だからソフトな弓っていうのが最近よく出るんですけども、それは体に優しい。竹をカットして、そして4本の重さ、それから重心を決めます。で重心がまちまちの場合には中に入れるものがあるんですけど、それを入れて調整します。マス槍に鉄砂といって鉄の砂ですね、それを混ぜたもので作ったものですね、感じにしておいて、あとは矢の中にこう入れて左右このバランスを決めます。で4本とも全部同じようなバランスになるよう、こういうものを使います。これもこう揃ってます。これがまちまちだと価値がなくなっちゃう。やっぱり注文で作るやつは全部こう同じように作られています。こういう葵とかねグラスファイバーでね、まあ学生さん中学高校あたりは葵とかそういうグラスの弓ですね、ずれんじゃなくてお値段も高いし、で水はカーボンでしょ、うん、最初はもうグラスでいいと思いますね。最初にビギナーが始まるときはね、はい、っていうのはね夏と冬キロ数変わるんですね。夏は弱くなる、で冬は強くなる。で一つの弓でもし15キロの弓を買ったとしますね、夏になると弱くなる14キロぐらい、冬になると16キロ近くなっちゃうとか。ただそれもその人の使い方によって変わります。その一つの弓ばっかりいっぱい使うと落ちちゃう、でもそれはあまり良くないんです。竹の弓はやっぱり何本か持って交代で休ませながら使う。竹はなるべく麻のつるを使ってほしいっていうのは竹ってもう自然のものですから、合成のつるを使いますとねへたりが出てきちゃう、へたっちゃう、疲労、妨害、戸竹が割れるのがありますね。でそれはだいたい合成使ってる人の方がずっと多いです。そうすると何万円も修理にかかる。だけどもつるはそんなにまあ確かに合成から比べたら高いですけども、うん、弓のためには麻を使ってほしい。合成ばっかりずっと使ってるとね弓が棒になっちゃう、ちょっと反発がなくなっちゃう。だから少しこう休ませて裏反りって反対に反るのを少し待つ、このぐらいこう出てきたらいいですね。だから竹の弓は何本も持ってた方がいい、交代で使わなきゃいけない。そう生き物ですね。Thank you.
やって子供でもできるあれ単純なあれだけれども、でもあれ大切なのは八節の初めから弓っていうのはこう組み重なって最後の離れが出るという、そこをしっかり教えることじゃないかな。そうですね、弓道をやることでその結構落ち着きを持つことが割と大事になってくるということが、まあ、自分でやってて思ったので、生活の中でもその、まあ、ちょっとその急いでやらなきゃいけないとか少し慌てるような場面でも、まあ、そういう時こそ落ち着いて行動するということを自分で心がけられるようになったと思います。ここ会っていうんですけど、ここに入ってきてこの矢を持ったままここで止まってる状況があるじゃないですか。そこでその持ってる方向にしっかりこうその方向に対して離れをまっすぐ出すというところをちょっと今頑張って直そうとしています。これちょっとやっぱブレると矢の飛ぶ方向が変わってしまうので、そこをちょっと重点的に練習しています。弾き方、まあ、大きく分けると2つあります。で、まあ、正面の湯構えと、それから斜面の湯構えと、こういうふうに、まあ、分け方があります。まあ、江戸時代を通じて、その歩者の弾き方の、まあ、メインはこの斜面だったんですね。壁流系もそうですし、あるいは別の流派、例えば竹林派ですね。尾州竹林と紀州竹林も、この構える位置は、まあ、正面よりも若干左側。それから当時、まあ、江戸から東京に変わったわけですけど、その東京の弓引きたちが、まあ、正面でこう構えて引くことが、まあ、流行していたということがあって、まあ、ご自身も、まあ、本来尾州竹林は斜めに構える引き方なんですけど、その記者としてのこの、まあ、手慣れたやり方ということで、まあ、道場の中で弾くときも、まあ、正面で私は弾きましたと。それからもう一つのその正面の系譜というのが小笠原流にあります。で、小笠原流はまあその儀式をやるわけですけど、その歩者も、それから騎者も行っています。まあ、流鏑馬とかは、流鏑馬とか草獅子という、まあ、騎者の儀式を小笠原流ではよくやっています。表式の前に引き目を使いまして引き目の儀というものが行われております。この引き目と申しますのは、平安の昔に獅子殿にもののけが現れましたときに、源頼光、義満という方々、そのもののけに対してそのかぶら屋を持って天皇様のお悩みを解消したという古実がございます。それによりまして、この引き目矢という矢に矢放たれたことによって振動が伝わります。それからかぶらがボーという音がいたしますけれども、それに矢の神様が乗り移って相手のもののけという怪しきものをそこで収めるという形でございます。
その時に大拝と申しまして、弓を持って所作をする、その方式についてはなかなか古流、その他いろいろな流儀がございましたけれども、やはり例の小笠原というものは江戸時代から著名でございましたので、小笠原の皇帝ないしは先代の三十世清信宗家と加わりまして、分かりやすい、それから基本的に動作が簡単なという形で決められたのが、本来の現在行われております大拝の大元でございます。それが現在は全日本弓道連盟の目的という形になってしまっておりますけれども、当初の発足はできる稽古が続いた方は当流が行われる立ち居振る舞いに近づいた形で行われるという形でございました。进退周环，因为你做射箭的时候，可能不是你一个人，因为你上面有天，下面有地，然后你要面对那个靶底，就是那个底呢，在中国的射里面就把那个东西比喻成自己的心。那还有一些比较宾客啊，有一些主人啊、客人，那你进退周环的过程是要每一个都要有一个照面，然后向他们来，哎，就是说来致敬，然后来打招呼，它是一个基本的一个礼仪。那我们。你看我做的最多的就是敬底，就是我对底是很尊敬的，因为中国人特别讲说箭向即心射，就是我不是为了命中那个靶子，其实就是射箭的过程是一个就是修心的过程，他一边通过这样的礼仪让自己的心静下来，就是适合能够来练习，另外一方面呢就是说其实你对底的那种尊敬，就是对这种意的尊敬，也是对自己的尊重。箭是什么时候？就是说我可以决定它离开，好像这很难说清楚。就是练习，就是你要不断的练习，不断的练习，然后箭该走的时候它就会走。当然就是说，也会有，因为我们练习的时候就失误的时候很多。簡単に言うと、一番的に稽古するための目標というのは型を作る。だから的に向かって当てることは、はっきり言ってあまり大した難しいことではないんですけども、その当て方を研究するというか勉強するということ、当てることを目標ではなく当て方でなく当たるようなね、形を作っていくと、これができたらこれに対して自分の心を入れていくと。まあ踊りみたいなもんだな。あの舞舞舞、こう美しい舞をこう道場に入ってそれで出ていくまでずっと舞い続けるっていうか、そういうのがイメージとしてはね、それを一回でもやってみたいっていう。
正直な話、高校生からですね教えてもらって頭が下がるようなことはあります。話したことございませんけども、シャー見てです、あこういうシャー立派だなと思うことはたびたびあります。だからですね、高校生の真面目な純粋な気持ちがあの方に現れてるんですよ。ある程度ね10年ぐらい経つとですね、そういう純粋な気持ちがね消えつつある時よりはですね、あの世の子もちゃんと大切な教えていただいているとありがたく思っています。日本の弓道、柔道、剣道などの道のつくスポーツを選んでくる生徒は大体礼儀正しいと思ってます。日本社会自体がそうなっているような気がします。お願いします。必ずお願いしますと声がかかるまで飛び出さない、うん、ということになってます。弓を持たせるまでに、入学して最初の夏休みくらいまでは弓を持たない練習をするんですが、そこで嫌がる、面倒くさがる人は大体やめますが、それを乗り越えた人は続けると思います。技術的な問題としては、その先ほど言いました早けであるとか、あるいは緩みであるとか、あるいは左右の不統一、アンバランス、そういうもの、もっと言えばその矢を発射する時の意識の問題です。放すという意識、それが技術的な問題を起こします。引くときも弓を押すのは非常に難しいので、右手でつるを引っ張るという具合に右が主になるわけですけれども、しかしその左と右の関係で言いますと、左を主にして右を従にすると、従わせるとということで、その左が陽で右が陰という関係を保っていかないと正しいバランスが取れないわけです。でそれが初心者の場合は逆転してしまうという問題があります。
それから体の中心とそれから先端という問題があります。まあ、体の先端の部分では弓を持ち鶴を持つということで、これも初心者はその先端の方に、体の末端の方に意識が集中するわけですが、これも陰陽が逆転しています。自分は離れをよく褒められるので、自分のうまくいっているところは離れだと思います。うまくいってないところは、肩がこう第三打ち起こしからこの第三のところのこの肩がこういう風になってしまって、それをこのままこうしたいのですが、なかなかうまくできなくて、そこが難しいです。僕も国体選手に行きましたけども、その時は何が何でも的につけなきゃいけないという、技で出たって手が真っ黒になるくらいでやった。その後ですね、全日本選手権、一般に言う天皇杯ですけども、そこに行くとそういうものは一切通用しなくなってくる。やっぱりその人の持ってる表現力とか、それを弓を通してどう出るかと、慈しみとかこんな情とかいろいろありますけども、そういうところに出た優しさの方が強さですね。意味というのはね、一生かかってもできないものと思ってくださいと、そういうことを頭に入れて続けると、常に自分を続けると、常にやってるといつしかですね、何か掴むものがあるということなんですね。僕はそういうことを一番先を先生に扱った時ね、教わりました。そのことは今でも忘れております。毎日毎日初心のような気持ちでやっていると。やっぱり離れは、教本にも書いてあるように、阿波先生も言ってるように、離れは丹田にあり、お腹の中だと、そこで離すんだと、呼吸と丹田と、それをピシッとやらないと本物の離れでないよと。それもできたとしても、心にね、邪念みたいなのがあった時はまた感動するような社ではないよと、そこら辺のところは私もできませんけども、一生懸命やってるところですという話してね、そうだですね、だってそれやりましょうということで稽古してると。だから弓は当てることは簡単ですけども、当てる射を引くこともなかなか難しい。
私は七段取ってから今17年目ですか。で8段は受けてるんですけども、今度11月の3日東京 の、 明治神宮で審査があります。それは11月3日が8段の審査だと思いますけども、その時それで受けます。もう15年ぐらい受けてるんですけど、ね、まだ力つかないのでね、一生懸命頑張ってやってます。この練習法はここでやってるということなんですけどね、3日の日、4日の日と東京に行ってやりたいと思っています。あっという間の16年目に入りますかね、審査を受けてから。なかなか厳しいんですけども、厳しいからやめられないというかね、だん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 と今ですけども、ちょっと時間の経過と体のあれと自分の技の能力なかなか一致しないということでね、悩んでるんですけども、悩みは非常に発展の原動力だと思ってますんでね、それを迷う教えてもらった通りのこと、そして今まで自分で考えたこと、それを表現したいと思っております。全日本選手権に行ったら、まずまず私よりも上手な方がいっぱいいました。そこであっと目が覚めたということでございます。その方は今立派になりまして阪神になられてますけども、やっぱり立派な社だなと今でも思っております。私もああいう社に引きたいなというのをつくづく思って毎日練習してるんですけども、なかなかうまくいかない。それは心の中に邪念っていうんですかね、一般に言う雑念っていうんですかね、急げとかね、頑張れとかって、そういうものがあるうちはまだダメなんだなと、全部捨てなくてはいけないと。楽しさというのはそこを越して次の段階に入るということなんですよ。だから前話したように大会も必要だし審査も必要だと、この2段3段と上がっていますからね。そうするとあとはこの次はこれを越すとですね、謝礼っていうのをやらなくてないんですけども、これは当たり外れよりももっと上になりますからね。見てる方に対してね、自分がどういう表現するかとか、どういうことを訴えるかと、一つの手掴みみたいなのが入ってきます。からその中で立派な離れをして立派にちゃんとつけて上手だとみんな思ってもですね、そうかなっていうようなね、社もあるんですよ。なんとなく品がないとか、品っていうのはね、日本人非常にね重視します。品がないとか品があるとかって、そういうところですね。それは形じゃない、何もない、何もなくなっていくんですけど、最終的にはそうすることによって本当のその人の引く人間性が出てくると、それがですね、見てる方に対しては非常にこう美しく見えるんですね。何でもですけども、最終的にいくと美しさが見えてくるんですよ。この美しさが強さでなく、うまさでなくね、
あの方の弓はうまいなっていうあります。審判は5人います。そしてそのうちの、今日7段の審査は、3人が合格をすると1次通過、それから2次は、7票以上ということです。だから1次が3票以上通過、から2次は、7割ということ。ということは、今日2次審査を受けた人は7割だから3票の人は4票取らなくてはダメだ、合格って、そういうふうな決め方です、はい、8段になるとまた、8割、はい、そうなって、ります。やっぱり八段がやっぱり最高段位なもんで、大変厳しいですよね。昨日も的に当てることじゃなくてね、やっぱりいかにその人の写真写格っていうのかな、あの気持ちがその弓に入ってるかと、でだからいかに姿が美しいかとかね、きちっとあのやってるか、大会もそれから射砲射技もきちっとやってるか、そういうことを見ているわけです。大変あの八段は難しいです。で弓で言うのはね、正射失中って言って正しい射は当たると、正しくない射も当たるということなんですよ。そうすると審査員になってやってますとね、どうして日本ついたのに不合格なんですかと来るんですよ。そうするとですね、どうして日本ついたか不合格なんですかという質問に対してはですね、この方はまだ早いなと、反省する余地がないと、どうして私は日本ついた不合格だったのかなと、反省する心の余裕がないんですよね。当たったからいいんだと。Thank you.
つければいいっていう問題な、大会ですと2本つければいいんですけど、審査っていうのは射技射法っつって、弓針当てる技術のみではないと、大敗って言ってまして、動き方とかそれとあとこの精神面のところよく現れるんですよね。やはり皆さんも絵を見てですね、感動する絵を見て、あ、いいなと思う、そういう面でね、あんま同じような絵なんだけどもどうもピンとこないなというのとあります。これは技術を越した芸術的なものに入りますんでね、心の問題で、そうすると人に感動するような写というのはどういうことかというと、とりあえず絵でね頑張ってるなということと、あともう一つはこう心がね無心になって雑念を捨てた、そして自然に離れて当たると、そういう写をね審査員の先生方は見ておるんですよ。昨日もゼロ、8段ゼロだったですよね。一時は一時通過が1人だけで、であと5人ですか、5人で二次審査をやってゼロだったです。やっぱり指当たるだけじゃないんですよね。やっぱり、いかに形ができてて、からやっぱりその動作が心が通ってるかとか、そういうところの面も見るもんで、当たっても通過しないということが多いですよね。またですね、私の書を見たと思うんですけども、いつも審査を受けて反省することばっかりです。反省って言いますとですね、稽古が足らないということなんですけども、友達でね、日本着いたということは即ったというんですけども、日本着いたのにね、どうして一時取んないのかということを質問を随分受けるんですけども、その前の審査の時も私日本着けてます。皆さんとまた一緒にやっていくと、だから当たったからいいとか外れたから悪いんだっていうんじゃないんですね。やっぱり誠を尽くすと、青先生の言う一射絶命、まさにね、一本の射にね誠を尽くしてやった射であれば、それは立派な射だと、それを2本つけてどうだと、なかなか難しいけれども面白い、面白いからやめられない、やめられないから基礎がんで毎日練習して、この千代研修会、千代東京、そして京都のところにめがけて毎日稽古してるんです。今日は本当にいい写を見せてもらいました。僕も勉強しました。以上です。ありがとうございます。以上です。それで自分の一日一日の生活から
ちゃんとしてないとですねダメなんで、それで阿波先生という方は常住斜里と常に弓を引いたような気持ちで生活しなさいと、まあ、もっと平たく言いますと斜即人生、道場にいなくてもですね道場を引いて道場に立って弓を引いているような気持ちで生活しないとその場限りのね印象は引けないよという教えを、ね、僕は毎日思って